一年のうち一月しか見ることができない、それはそれは美しい踊りがあります。演じるのは舞妓さんと芸妓さん。場所は京都祇園。普段お座敷でしか見ることができない花街の芸が惜しげもなく披露されます。その踊りとは、都をどり。あでやかな着物の芸舞妓たちが織りなす古都の春の風物詩。祇園に伝わる伝統芸能京舞です。毎年4月の1ヶ月間だけこの祇園で公演されます。NHK では今回その模様を 8K スーパーハイビジョンで収録。舞台裏にもカメラが入ることが許されました。日本画や舞台美術といった京都で培われてきた伝統の技が舞手の美しさを際立たせていました。もうちょっと先下げるにゃ、みんなと同じだけ下げんね。あんたもお主に丸出しや、3人とも。舞手たちは日々厳しい稽古を重ね、一糸乱れぬ舞を作り上げていきます。京都の伝統技術、そして磨き抜かれた日本舞踊とが織りなす美の集大成、都踊り。祇園が生んだ珠玉のエンターテインメントをたっぷりとご覧いただきます。京都東山八坂神社です。古来祇園社と呼ばれ、厄除けの神様として信仰されてきました。そこから西に広がるのが日本最大の花街、祇園公舞です。参拝客をもてなすための茶店が集まり、江戸時代の初め頃から発展してきました。町には今も61軒のお茶屋が軒を連ねます。4月祇園は桜色に、大勢の観光客が訪れます。この時期、ここ祇園公舞歌舞練場で公演される都踊り、普段は一元さんお断りの夜の世界。しかしこの時期だけは昼間から多くの人々でにぎわいます。4月の1ヶ月間だけしか公演されないこの舞台を一目見ようと、毎年9万人もの見物客が国内外から詰めかけます。 It's quite famous in Europe as well. We have, of course, we've all seen the pictures of the Geiko and pictures of Gion.
It's a very beautiful culture. It's very traditional. I think we like the cultural dress.さあ、いよいよ舞台の幕が上がります。花道に現れた芸舞妓たち。舞台両側から総勢20人が登場し、揃いの青い衣装で観客を迎えます。今年の演題は名所巡り四季の寿。関西の旧跡を美しい四季と絡めて披露します。全8景。どの場面もこの時しか見ることができません。第1景は舞台の序曲。これ以降の7つの場面の紹介です。
コ踊りの舞は京舞井上流のもとで祇園に受け継がれてきました。この集団での舞は総踊りと呼ばれ、都踊りの代名詞になっています。背景の銀襖はかつて京舞が公家屋敷で演じられていたことに由来しています。第2景は京都洛南の梅の名所、春まだ浅い城南宮です。境内には伏見の名水を引き込んだ小川が流れ、梅の花が咲き乱れます。小川に杯を浮かべ和歌を詠んだという平安貴族に思いを馳せます。総踊りを引き立てる衣装は毎年青い色に染められてきました。歴代の衣装です。春をことほぐ吉祥柄、はまちり面の青い生地が舞い手の顔を一層美しく引き立てるのです。
この衣装にはさらに京都の人々の特別な思いが込められていました。都をどりの初演は明治5年。当時のイギリス人特派員が記事にしています。知恩院の近くの劇場にバレエを見に行った。踊り子たちは顔をゾッとするほど白く塗り、完璧な無表情を作り上げ演技していた。衣装はとても素晴らしく、動きはぴったりと揃っていた。都をどりは同じ年に京都で催された博覧会の目玉としてお披露目されたのが始まりでした。当時京都は明治維新によって都の座を明け渡し、にぎわいを失いつつありました。復活をかけて企画されたのが博覧会でした。そこに一役買ったのが、当時祇園で京舞の師匠をしていた片山春子、後の井上流三世家元です。春子は斬新な策に打って出ます。お座敷でしか見ることができなかった芸舞妓の舞を舞台で披露させたのです。しかもそれまでなかった集団での舞、総踊りを編み出しました。舞台の実現を可能にしたのが京都の伝統技術。衣装作りには京友禅や西陣織の職人が名乗りを上げます。さらに舞台制作では日本画の絵師や大工が腕を振るいました。匠の技が集結して京都の建材を世に知らしめたのです。都はここにあり。京都の意地をかけて誕生した都踊り。鮮やかな青が初演の心を今に伝えているのです。さて舞台は第三期。ここからは少人数で行われる別踊りが始まります。夜の帳が降りた京都山科の毘沙門堂、現れたのは藤の花の妖精たち。月明かりのもと幻想的な宴が始まります。
奈落から武学の装束を身にまとった4人の舞手が現れます。第4景は奈良三笠山の麓に立つ春日大社。春日大社は社殿や調度品を20年おきに改める式年造替を平安時代から行ってきました。その60回目が今年完了。祝いの心を武学を取り入れた振り付けで表します。都をどりの稽古が始まったのは舞台を1ヶ月後に控えた3月初めでした。歌舞練場の敷地の一角には芸舞妓たちの稽古場があります。女工場という聞き慣れない響きを持ったこの場所、実はれっきとした学校です。
芸舞妓は普段ここでお座敷で披露するためのさまざまな技芸を学んでいきます。生徒は16歳から90歳過ぎまで、祇園に席を置く限り生涯生徒なのです。もっとシュッと伸ばせるの。京舞井上流五世家元井上八千代さん、人間国宝です。都踊りの振り付けと指導を行っています。井上流の特徴は重心を低く保つこと。後ろ足のかかとを上げたままわずかに腰を落とします。この姿勢を常に保ち続け、凛とした姿を形作ります。顔は無表情に徹します。そして脳のように繊細な感情表現を体で表すのです。振り付けに苦戦しているのは今年初めて舞台に上がる小襟さんです。小襟さんは17歳、中学の時に初めて見た都踊りの美しさに衝撃を受け、15歳の時大阪の実家を出てこの世界に飛び込みました。今は型を覚えるのに精一杯ですが、1ヶ月後には舞台の大団円を飾る第8景でお姉さんたちとぴたり息を合わせなければなりません。小襟さんをはじめ多くの舞妓は京都以外の出身です。館と呼ばれる家で共同生活をしています。入るのはいいけど、手順だけしっかり覚えて帰ってね。入るんやったら手順だけでもしっかり覚えて朝また来てください。彼女たちはここで毎日朝から稽古に次ぐ稽古、夕方からはお座敷に出て客をもてなし、眠りにつくのは深夜になることも。稽古が、はい、全然覚えられしまい。兄さん方もパッと押しやすんですけど、うちらは初めてやので、もう全然できじまへんね。お気に着物の着こなしも覚えました。花街の言葉も身についてきました。でも舞だけはなかなかお姉さんたちのようにはうまくできません。第五景は平安時代の物語。落ち窪姫はママ母の北の方から毎日膨大な針仕事を押し付けられていました。Oh.
そこに一人の救世主が現れます。貴公子右近の少々道より。実は落ちくぼ姫を不憫に思う次女がこっそり助けを求めていたのです。二人は互いに惹かれ合います。道よりは落ちくぼ姫をここから救い出すのでした。そして幾とせかの後、幸せに暮らす二人のもとをママ母の北の方が訪ね、かつての仕打ちを詫びて心を入れ替えます。都をどりの魅力の一つが美しい背景です。描いているのは第六景、京都洛国金福寺の紅葉。高さ4メートル、横18メートルの巨大なキャンバスに一枚一枚葉を散らしていきます。都をどりの背景を描いている沼田治さんです。重要文化財の復元模写なども手掛ける日本画家です。舞台の背景作りには独特の技術が求められるといいます。どうしてもこう作業って近くでやりますけども、色のバランスみたいなのは絶対遠くに引いてみないと、やっぱりお客さんの見る視線と距離でよく見えるように、近くで見たらあらっぽう書いてあるんやけど、遠くで見たら左甚五郎の彫り物じゃないですけど生き生きとした絵に見えるみたいな。沼田さんたちが最も大事にしているのが巻いてを引き立てる背景を描くことです。突然絵師の一人がせっかくきれいに描いた葉をハケで塗りつぶし始めました。そして再びその上に葉を描いていきます。
こうすることで奥行きが出て本当に紅葉の中に舞い手がいるかのように感じられるといいます。沼田さんは絵の具にもこだわりがあります。絵の具には動物の皮を煮詰めた油煮皮を混ぜます。伝統的な日本画の材料ですが色落ちしやすいため舞台では普通使いません。それでもあえて煮皮入りの絵の具を使うのには都踊りならではの理由があります。煮皮入りの絵の具は照明が当たってもテカリはなく柔らかな色を保ち続け舞をより一層引き立ててくれるのです。存在感はあるんやけども物言い過ぎたらいかんとかなんかそういうニュアンスっていうんでしょ、あくまでも黒子的な存在って。だからバッグだけ綺麗に描くっていうんやったらただ好きなように描いたらいいんですけど、そうではないところがやっぱりあの舞台美術の面白いところなのかなと思うんですね。第6景、沼田さんたちの描いた紅葉が青い衣装をまとった舞手たちを迎え入れます。紅葉の名所金福寺は俳人松尾芭蕉が旅の途中に訪れたことでも知られています。境内に建てられた芭蕉庵は芭蕉の死後荒れ果てた姿となってしまいました。それを悲しみ立て直した与謝蕪村の功績を称えます。
今回の舞台で最も豪華なのが第8景です。舞台中央に立つのは国宝姫路城。第8景は大団円を飾る場面だけに豪勢に立体構造にしました。大道具の棟梁吉田治さんです。舞台の設計と進行の全責任を任されています。一番いいのはどの角度から見ても、立体的に同じような感じに見えるようにするのが一番理想なんで、こう屋根の冠の上のをこれがこう向いてるかこう向いてるか全然違うんで、細部にまでこだわって作る大道具。公演が終われば全て解体し毎年一から作り上げます。同じものは二度見せない、職人たちの心意気です。大道具の準備が整った3月下旬、舞台稽古に入りました。本番を間近に控え、歌舞練場はピンと張り詰めた空気に包まれます。舞台裏も大忙しです。都踊りは観客を飽きさせない工夫から場面転換に一度も幕が下りません。暗転だけで展開するため秒刻みの進行が求められます。棟梁、えらいすみませんね、はい、あの皆さんお見てください。奈良県の秋がやっぱりちょっと間が抜けた感じがするね。家元の井上さんが奈良県の場面転換にダメ出しをしました。長く見えるということを対象したいわけ。家元暗転の間にバックが飛びますわね、はい、もみじの、はい、でセンターの障子の裏に回っててもらって暗転でそれからすぐ出てもらいましょうか。それが、障子開けて、はい、稽古では6景が暗転してから7景に出る芸妓を吉田さんが誘導していました。吉田さんが立ち去る時間を含め30秒かかっていました。そこであらかじめ芸妓を障子裏に待機させることにしました。暗転後すぐに障子を開けて出れば時間を短縮できるはずです。しかし障子裏の準備が間に合わず芸妓が出るときに薄明かりで舞台裏が見えてしまう恐れが出てきました。時間を縮めるには障子が開くまでに舞台裏の作業を終わらせるしかありません。一体どうすればいいのか。職人たちが目をつけたのが第7景の床に敷く15メートルの布です。今までは丁寧に折りたたんだものを広げていましたが、アコーディオンのように重ねておくだけに変更しました。これで時間は短くなるのでしょうか。まあできるでしょう、うん、もうやらなあかんからね。次で試す、はい、もう次で完璧にできると思います。第6景が始まりました。舞台裏では次の第7景で使う欄干が降りてきます。あの布は欄干の後ろに広げ雪を表現します。15メートルの布を広げるのにかかった時間はわずか9秒。30人の大道具が知恵を出し合い、
一つ一つの作業時間をさらに縮めています。さあ、いよいよ場面転換です。見事転換成功。最終的に間を10秒詰めることができました。怒涛で始まって怒涛で終わるという毎度毎度ですか、はい、いいものを追求したら何歩でも出てくるんでしょうね。だからもう僕らもそれに一歩でも近づこうと頑張って、まあ、帰ってから終わってからとかね、直したりします。第7計暗転から障子の前に現れたのは浮世を捨てた一人の女性。舞台は京都大原三千院。女性はふと昔の恋を思い出し、寂しさが募ります。総踊りの稽古に苦戦していた新人舞妓の小襟さんです。
いよいよ小百合さんの出番、稽古の成果を見せる時がやってきました。祇園の芸舞妓たちにとって都をどりは晴れの舞台、化粧も髪も都をどり用の特別なもの、髪飾りはこの日のために3ヶ月かけて作られました。首元の部分にはおしろいで2つの山を描き、首をより長く見せます。踊りがいよいよフィナーレを迎えました。第8景、舞台は満開の桜に彩られた世界遺産姫路城です。吉田棟梁がこだわった姫路城、まさに白鷺城の名にふさわしい壮観な佇まいです。
決勝戦に拍手してもらって、こうやって舞台に立たさせてもらってずっと憧れやったので嬉しいですね。もっともっと、ね、上手に舞えるように頑張り通す。1ヶ月に及んだ公演が終わりました。手塩にかけた道具を一気に解体します。寂しいですね。やっぱり千秋楽の時は寂しい思いです。まあそれやからまた来年できるんで、明治5年から続いた都をどり、それはやはり私たちの心の支えですわ。一つ何か一緒に皆さんとご一緒にこの一つのイベントを作り上げるという、これがやっぱり、心を一つに井上流の者たち、小さい単位で言えばがみんな心を一つにする、そして祇園に関わる人たちがみんな一つになるということ、やはりこれ都をどりというこれだけ大きい行事でありますから、それができるなと思っております。140年以上にわたり人々に愛されてきた都をどり、そこにはひたむきに伝統を守る京都の誇り、そしてこの国が持つ美しさが